いや、今日はプレ放送ついにやってきましたけれども、はい、今日はまだね、全く白紙ではないんですけど、まあ、ある程度こうやりたいことだったりとか、うん、これからこうしていこうみたいなもの自体は、ね、あるんだよね。そう、お互い考えてきて、そうですが、はい、肝心な何かが決まってないんですよね。そう、とっても大切なものが決まってないんですよ。さあ、何でしょうそれは。何でしょう。なんだこのやりとり。なんだ、もう言っちゃうよ。そう、タイトルが決まってないんですよまだ。で、私たちのユニット名も一応なんかホアパカかっこ仮みたいな感じなんで、でも、うん、一応ホアパカって可愛いなと思って、ホアパカっていうなんかユニット名的な感じでねやってるんですけれども、もしそのユニット名的なものだったりもいいのがあったら募集してまして、うん、あとまあタイトルね、もちろん ねタイトル、この番組のタイトルをこの放送中にみんなに決めてほしいなって。そうなんです、うん、タイトルとあとなんかユニット的なもの、うん、だったりとか、あとこんなことをやってほしいぜみたいなものがあったら、うん、それもねちょっといろいろ聞きたい、うん、そう、皆さんの意見を聞きたいので、うん、ぜひお願いします。皆さんのセンスにかかってますよ。ここにかかってる、うん、腕ってどうやってんだ、腕ここにかかってる、ここにかかってるんで、はい、ここね、頑張ってください。今なんか私さ、ここをこうこうこうみたいになってる。そう、ね、でも行きます。そう、お便りが届いたので読みますね。大友さんから。はい、大友さん、はい、見てくれてますね、ありがとうございます。大友さん見てくれ、ホワイティさん、あやぱかさん、こんばんは、大友です。新番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。仕事がトラブル続きなので放送を見れるかわからないのでメールをします。大学の友達から腹黒で終わっているという話を以前あやぱかさんから言ってたね、言ってたね。なのでホワイティさんとの白を合わせてオセロというのはすでにあるので、ホワイティとアヤパカの 白黒つけようぜというのはどうでしょうか。白黒、ホワイティとアヤパカの白黒つけようぜ。おー、番組タイトルね。またはそんなヒロシに泣き落とし。ヒロシ出た、まあ、ヒロシっていうのはホワパカじゃないや、ホワイティのお父さんで。そう、ヒロシはね、そう、演歌歌手さん。そうなんですよ、私の父は演歌歌手をしてまして、ヒロシって名前なんですね。あの新藤ヒロシって言いまして、そうだからそっから来たんですね、ヒロシは。そうで、泣き落としっていうのはなんかやばかの私が使った技、泣いて許してもらう。泣き落としこれ言っていいのかな。いや、いいと思いますよ。通じなくなっちゃうじゃん。確かに、そうだね、やばいね、うん、これあやぱかの親が見てたらバレちゃう。なんかさ、感情表現豊かって言ってほしい。うん、そうだ、うん、うわーってきちゃうから、あやぱかのご両親見てたら、あ、あやか泣き落としだったんだみたいな。あ、もう気づいてるよ。まあ普段ね、あやぱかも演技が好きだったりとかして、はい、結構ね、うんうん、なんか演技のスクールとか、うんうんうん、高校生の時通ってたりもしました。目指すところは女優です。そう、この間ねそれ知ったんだよね、うん、そう、なんかあやぱかは結構なんかその私的にはまだ、うん、なんていうんですかね、ちょっとアイドル系なイメージがあって、だからなんかそういう演技とかの勉強してたこと知らなくて、え、演技やりたいの一緒じゃんみたいになって、うん、そうね、そうだったんです。目指すところは女優、うん、そう、まあ、B 型です。女優やりたいんです。え、 B、 え、私も B。 嘘、本当。B 型、 B 型、うん、B 型一緒。何それ、今知った、今知った、うん、B 型ですね、 B 型コンビなんだ私たち。そうなんだ、そういうのもね皆さんあの取り入れて考えてくださいね、うん、ちょっとなんか取り入れてくださいよ、 B 型ですよ、うん、ちょっと B 型ですよ。泣き落としの演技、うん、じゃあなんかとりあえず私たちそのコンセプトというか、うん、はい、あのせっかくコンセプトどうなんですかって言ってくださってる方もいますので、はい、まあこれからこういうものをやっていこうというものを、うん、ちょっとこれからねプレ放送のプレ放送プレ放送プレ放送ということで、うん、ちょっとやってみます。はいはいはい、じゃあどっちからいくかい。じゃあプレ放送のプレ放送のホワイティ。じゃあね、まあ、ホワイティは、うん、これからなんだろう、皆さんにこう
世界の面白ニュースとか面白ネタアニメとかだったり、まあ、ニュースももちろんなんですけど、うん、アニメの裏情報とか、まあ、未確認情報や都市伝説みたいなものとか、うんうん、まあ、怖い話、季節だったら夏とかだったら怖い話とか、まあ、いろいろそのね、皆さんが食いついてくれるような面白ネタを、まあ、集めて、まあ、皆さん知ってるものもあるかもしれないんですけど、まあ、そういうものをね配信して、それに私がうだうだ言ったり、皆さんとこういろいろあの、うん、その件についてまあこうだあだっていう討論的なね、あやパコも交えて、うん、それはこうじゃないの的なをうだうだ言うコーナーをやりたいんですよ。アンパンマンって、うん、みんな日本語話すじゃないですか、うん、そう、日本語を話してジャムおじさんとかと会話してるのに、なんでチーズだけ喋らないのかと揺れてる、うん、そう、なんで喋らないのかと、この子はで、ずっと、うん、なんかね、ワンワンしか言わないじゃないですか。そうだね。そのね、謎を紐解くためにホワイティちょっと調べてみました。超知りたい、はい、うん、で、そしたら、なんとチーズはね、うん、日本語が、はい、どう思います？話せる、る、話せるんですよ。え、嘘。そう、チーズはね、なんと日本語が話せるんですって、うん、チーズがワンワンっていうことで、うん、全て その登場人物たちの話を理解し、そして登場人物たちもチーズのワンワンで全てを理解してるっていう、まあ、その意思疎通のキャラクターらしいですよ。そんな感じで、ホワイティのまあコーナーはこういうような、ちょっと今日はチーズだったんですけど、まあ、アンパンマン、そういうアニメネタだったりとか、他のね、うん、いろんな、まあ、ちょっとね、まあ、放送で流せるぐらいの面白い話をやっていきたいと思ってるの、はい、そういうコーナー、そんなコーナーをやっていきたいので、まあ、こういうネタやってくれってなったらどうぞメールください。お願いします。お願いします。はいはい、私がやるコーナーは、うん、あやぱかの行ってみた、やってみた、食べてみたみたいな、うん、やってみた的コーナーをこれからやろうと思ってまして、はい、はい、それで早速今赤坂サカスでホワイティが働いてるお手伝いしてるっていうのを言ってたじゃないですか、はい、私もちょっとたまに明日とかもお手伝いしてるんですけど、はい、そこに行ってみた、お仕事じゃなくて遊びに行ってきた、行ってみた、行ってみた、なんかこの、うん、この子いるじゃん、この男の子、うん、なんか、はい、見えますね、真ん中に穴が開いてて、うん、ボールを3球、うん、投げてその穴に3球入ると、うん、スペックの餃子があって、そこの餃子の無料券がもらえる、うん、っていうので頑張ってきました。サンキュー。はい、頑張っていただきました。とっても頑張りました。まあ、これさ、めちゃくちゃ頑張ったのね、投げるの、うん、これ1球目なんだけど、もう1球目から入ってないの分かるから、そうそうそうもうボールのさ、見える、ここそう、これちなみにね、1球でも入ればね、ボールペンもらえるんだよ。ここにボールがあるんだけど、もうすでに的から全然外れてるっていうね。そう、なんかね、結構おまけしてあげて、うん、まあ、人、お客様がいなかったので、もう一回やっていいよ、うん、もう一回やっていいよって言ったのに、結局全部あやぱか入んなかったんで、そうで、あやぱかモバプロに行ってみたのか、終わり、はい、イエーイ、イエーイ、初日一球入ったからボールペンもらいました。そう、もうボールペンね、最後の最後でやっと入ったからね、うん、そうそう、私結構ね、このフォアパカ水曜 BB 団っていうの好きなんだよね。うんうん、なんかいいよね。そう、 BB 団ってなんだ、なんだ BB 団って、なんかこう BB 玉、なんていうの、うん、銃で撃つ系の BB 団と、うん、まあ、B 型と B 型の、まあ、談話って意味で多分つけてくださったんだよね。あ、なんかいいよね。いいよね、なんか語呂もいいし、うん、なんかそのフォアパカってわかるもんね。そうで、フォアパカのチーム BB っていうのもなんか、うん、ちょっと車っぽいけど可愛いなと思ったりして、チーム BB、うん、そうそうそう、なかなかこのね、うん、BB 弾っていうの私結構気に入ってます。あやぱかなんかあったいいの？ね、3つ書いたの。フォアパカのゆるゆる生放送と、フォアパカ始めましたと、うん、あ、ホワワカホワワカ水曜 BB 弾、やっぱ BB 弾あるんだ、うん、フォアパカの、フォアパカ BB 弾にしたいと思います。ちょっと用意は、はい、あれして、フォアパカ BB 弾で、うん、良いでしょうか、はい、良いでしょうか、決定です、イエーイ、50分で決まった、やった、今日は。で、まあ、フォアパカ BB 団は、はい、毎週じゃなくて、各週の第2、第4水曜日だから、はい、忘れないでください。はい、次回は、はい、まあ、各週なので、4月の11日、水曜日、はい、22時から23時、はい、また詳しくは、我々もブログで書きますので、ぜひ。というわけで、ぜひぜひ、これからも私たちフォアパカを、よろしくお願いします。というわけで、
鈴木まなみのまは、朝に比べるという字でございます。まひね、まひ。はい、まひでございます。あやかは鮮やかな華やかです。よろしくお願いしますみんなググるんだ、ググれググれ。むしろ JMO のホームページを見てくれ。はい、バイバイ、じゃあねー、皆さん。